キヨさんのとことん過激に行ってみようか。なんとリテイクで2回目のオープニングコール、ひどいね。キヨさんでございます。はい、どうも。マスクのせいかね、鼻のね、毛穴がぶわ開いて、なんかちょっとなんかこう黒ずんできてて、なんかそれが気になってしゃあないキヨさんです。頭の毛穴ちょっとぐらい黒ずんでもええんちゃうかなと思ってる中の人です。おお、ね、黒ずんだら毛が生えてきてるってことやからね。黒ずんだらなんか見える、なんかあるのに沿ってる人に見えるじゃないですか。でもね、あれね、知ってます？毛穴ってね、年々ね、ちょっとね、毛穴と毛穴の間がね、広がってきてるらしいですよ。だから下にこう、下にこう重力でこう皮膚が落ちてきてるから、毛穴がこうやってヒューって広がってきてるらしい。だからこうやってグーッとずっと持ち上げとかなんですよ。グーッと。だから、あんたこう、今のやったら黒ずんできても、なんかプト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 ってなるだけで、ひょっとしたらゴマしようみたいなのがあるかもしれないね。そうね。うん。はい。はい、あの、年末年始も落ち着いてきた頃ですが、去年の年末、今年の年始、うん、いかがお過ごしでしたか？お、それは何や、妄想の話か、これは今、ひょっとしたら。まあ、収録してんの12月の中旬ですからね。はい、ねえ、本当に、いや、紅白もね、どうだったんでしょうね、どうだった、見ました、紅白。紅白ってね、うん、もう成立するんですかね。グループの中にね、男の人と女の人が混在するからね、うん、ドリカムが出てきたぐらいから、それもめちゃめちゃ思ってんねんけどね。まあそれもそうだし、うん、あのそういうことに触れちゃいけない感じのとこもあるでしょ。あ、ジェンダー的なものね。そう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 、だからこの合間ぐらいの何とも言えない感じの人で、うん、それはもう古くから言うと三河健一は一体どっちなのかという話になってくるかな。まあそうですね、うん、まあ今で言うとあの人、どの人、氷川きよし。あ、そうですね、氷川さんですね、うんうん、まあ、まあ紅白という呼び名が正しいのか、ピンクというのが出てくるのか、うん、まあなんか全然意表ついたところも行くやろうしね。ああ、そう、ありえるね、うん、はい、まあそんな架空の年末年始トークはもうとっとと切り上げましょうか。はい、じゃあというわけで本日のメインに参りましょうか。はいはい、本日のメインはこちら、ドン、オペラのスタッフのこと教えて。はい、あのね、うん、オペラのチラシを見るとね、うん、まあ、出演者の名前は、うん、まあ、当然わかるじゃないですか、うん、なんとか役で誰それさん、うん、なんとか役で誰それさんって言って、で演出のことはこの間教えてもらったよね、うん、で指揮者も教えてもらったよね、うん、他になんかいろいろおるでしょ。おるよ。でそれがね、うん、まあ、我々実は知ってるんですよ、うん、知ってるんですけど世の中の人的にどうなんだろう、どう、みんな知らん人もいるでしょう。なるほど。やっぱりね、知ってもらわんとあかんかなと思って、うんうんうん、でとりあえずね、舞台監督っていう人がおるじゃないですか。おお、はいはいはい。あれ何の人？舞台を監督する人ですよ。具体的に何やってはんの？具体的に言うと、その一番大きい仕事はね、うん、舞台に入ってからやりはるんですよ。だからお稽古場の中でももちろん必要なんだけども、うん、それよりも劇場に入ってからの仕事の方が大きくて、うん、例えばね、一つは劇場に入ってお稽古するときに、うん、ここからここまでの時間は何々をやりますよってことを決めたりとか、それをアナウンスしたりとか、うん、でまあ実際本編が始まってくると、うん、何を言うかっていうと、本編が始まると幕が上がったりとか、うん、下がったりとか、うん、そういうのをきっかけを出したりとか、うん、もしくは、まあ、舞台を安全にこう進めていくことを監督する人、うん、まあ、現場監督やね。なんかね、うん、いや、うん、知らない人からしたら、うん、そういうスタッフはわざわざそのね、うん、エンドロールやったら分かるよ、うんうんうん、チラシにまで名前が載るほどのすごい仕事なんか。すごい仕事ですね。どの辺がすごいのよ。例えばさ、うん、映画とかでも、うん、山田洋次監督なんかのやつなんかやったら、うん、たまにキャメラマンの名前書いてあったりするんですよ、うん、あれぐらいのレベル。なんかね、その人はね、うん、僕らが見えるものを形作ってる、うんうんうん、要はこの人の腕で、うん、映画の出来が変わるのに影響を与えてる人じゃないですか、うん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 、だからチラシなんかで言うと、うん、照明さんとかも分かる、うん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 、現場監督ってどんな仕事をしてんねやろなって
のが、うん、いまいちピンとけえへんなと思うんですよ。なるほどな。まあ言ったら事故なく滞りなく仕事を進める人でしょ、うんうん、なんかそんなチラシに乗るほどすごいんですかっていう。まあでもリスペクトはあるよね、僕ら現場に立ってる人間から見たら、うん、やっぱりまあチラシに名前が乗るか乗らないかっていうことだけで言うと、ほんまにじゃあなんていうの、どこまで名前乗ったらええのか、乗さんでええのかっていうのは分からへんけども、やっぱり現場のことをやるだけじゃなくてね、演出家に対してねちゃんとね口出せれる人なんですよ。おっ、なんかだいぶ本格的な話になってきたよ。うん、あの例えばね、演出家がねこういうことやりたいっていう人いっぱいいるんですよ。例えばなんかこう地面に砂をまきたいとかね、はいはいはい、あ水をかこう落としたいとかさ、うんうん、でそういうことを具現化するときに、じゃあ水を落とすためにはどうしたらいいかっていうことを考えたりするのが、もちろん、装置化も必要だけども、うんうん、その装置化のまた具現化したものをよりなんていうのかな、あの事故がないように手配したりとかするのが現場監督、ほう、だから、なるほど、あの何舞台監督ですよ。なら演出家がこれやりたいって言っても舞台監督が、うん、それはどう考えても無理やから無理言える。おお、すげえ。めっちゃ言える。あの舞台、例えば劇場の機構ってあるじゃないですか、うんうん、その例えば上にねこう装置を吊るためのバトンってのがあるんですよ、うんうんうん、でこういうこう棒があるんですよね、うんうん、でその棒の数とか、うん、あの棒が置いてる距離感ってあるわけですよ。はい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 。ほんならそれによっていやこれ絶対無理っすわみたいなことがあるんですよね。でそういうのも演出家とか装置家がこういう装置家はもちろんそれも考えるんだけども、うん、演出家が例えばここに壁を置きたいって言っても、うん、いやそもそも壁置いて、うん、その後次のシーンになって壁いなくなった時に、うん、その壁舞台袖のどこに置くんさっていうスペースとかも確保もいいじゃないですか、うん、でそういうのとかも全部考えなあかんから、まあまあだね。あ、なるほど。そうしたら舞台監督ってのは、うん、当日来て、うん、ああだこうだって言ってるだけじゃなくて、うん、かなりそのプロダクションの、はの最初の段階で関わってる。なるほど、うん、演出家がこういうことやりたい、装置家もこんなことやりたい、演出家のことを具現化させたい、うん、でそのことに対して、じゃあできるかできないかって判断できるのは、うん、その舞台監督だ。なるほど、うん、多分ねオペラをまあまあ見に行ってる人でも、うん、それは知らんよ。まあそうかもしれへんね。そう、なんかこれを機会に舞台監督っていうのはそういうお仕事だそうです。そうです。でしかもねカーテンコール、うん、カーテンコールに絶対出てこないんですよ基本的には。まあ大体オペラ終わると幕が閉まって、うん、開いたら大体合唱の例があるんですよ、はいはい、で合唱が立ってて、うん、で合唱の中でちょっとプチソロ、小さいソロがある子とかは前に出て例したりするんですよね、うんうんうん、でこうで合唱が立ってて、ま、だ横から一人なんか出てくるんですよ。これ合唱指揮者なんですよ、うんうん、で合唱指揮者がレースなんですよ、うん、ほんなら次、まあ、バレエがあったりとかソリストがあってレースじゃないですか、うん、ほんならその後指揮者が出てくるんですよ、うん、で指揮者が出てきてオーケストラでバーってやって、うん、で指揮者とあの何役者が全員トゥッティでレースんですよ、うん、その後もう一個一人呼ぶんですよ、うん、これ演出家なんですよ、うん、で演出家が出てきてレースんですよ、うん、ほんでこの後演出家が呼ぶ人がいるんですよ、うん、ここ、うん、ここ重要。ここ大体衣装家と装置家と照明プランナーが大体出てくるんですよ。まあ要は演出家をにしたら私を支えてくれてきた人はこの人たちですって呼んであげるわけね。そう、うんうんうん、舞台監督出てこないんですよ。おほんまに拍手もらえないんです。舞台監督なんで出てこうへんの。それも仕切ってるの舞台監督が。舞台監督が舞台出てる時に事故あったらもうどうしようもない。あ、ほんなあの船が沈む時の船長みたいな感じ。そう、あー、なるほどね。だから舞台監督は絶対出てきたらダメなんですよ、うんうんうん、もしそれで出てきてしまって礼してもしそれで残ってたら誰のきっかけで幕下がんのって話だった。あ、ほんまや。だから舞台監督はずっと横におるんですよ。へー、もう一番のあの、なんですか、縁の下の力持ち。なるほど、彼いないと幕上がらないし幕下がらない。なるほど。じゃあ、 あの今度から、チラシを見て、うん、舞台監督っていうのを見たら、うん、あの沈みゆく船の船長だと思う沈みゆくはいらんけどな、船の船長でええよ。なんで沈みゆく言うたんやお前。最後まで残る人、うん、ちょっとなんかピンとこへんな。はい、うん、はいよ。だと思って。あとね、はい、もう一つね聞きたいことがあるんですよ。はいはい、どうぞ。照明さんはね、うん、分かりますよ照明さんね。ね、
それは青いか赤いか暗いか赤いか無駄で、なんで暗いか赤いか でね、ひどいな、滑舌が、まあ、照明さんによって綺麗な照明、綺麗じゃない照明、あるんだろうなってなんで、なんとなく素人なりに分かるんです、うん、音響さん乗ってるでしょ、音響ね、はいはい、みんな生声で歌ってるでしょ、うんね、うん、で音響が絡むとこで言ったら、例えば雷が鳴るって言ったら音響さんが多分出してるのかな、SE ね、うん、で、あとマイク通して、うん、うん、マイク通して出てくる音、あと影穴ぐらいなんやんけどなと思うんですけど、なんであれに音響さんが乗ってんのかなと思いまして、しかもね、音響デザインっていう名前もあったりするからね、あ、そうね、うん、その話すんの、うん、オッケー、ね、日本の劇場っていうのは、うん、基本的に多目的劇場、多目的ホールが多いんですよ、うんうんうん、だからオペラハウスっていう名前がついてる、ね、劇場ってあんまないんですよ、あ、そうね、そう、だから本当に多分ね、オペラハウスっていう名前が入ってるのって大阪音楽大学ザ・カレッジオペラハウスぐらいで、はいはい、あとはね、なんとかホールとかなんとか会館とかっていう、うんうん、まあ今名前がね、いろいろあったりとかするけれども、芸術劇場とかね、そういうのが多いんですけども、あの大ホールっていうのはね、今例えば芸術、兵庫の芸術文化センターとか、東大阪のホールなんかは結構馬蹄形って言って、馬蹄形のホールこういう感じ、うんうん、あのぐるっと回るような感じになってるんですけど、馬のひずめみたいな感じになってますよね、はい、でまあまあまあそんな感じで、うん、そういうところは結構音響がいよいよできてるんですけど、それでもやっぱり多目的ホールです。多目的ホールっていうのは一体何かっていう話ですよ、ここがポイント、クラシックだけに特化するんじゃなくて、演劇もやりますよ、うん、ポップスもやりますよ、うん、ヘビメタもやりますよ、ロックもやりますよ、演歌もやりますよ、いろんなあの劇場の使い方ができるようにホールができてるんですよ、うん、そうするとね、帯に短しタスキン流し、うんうん、響きが結構ね、中途半端ったら中途半端になります。あ、なるほどね、クラシックをやるにはちょっと響きなりひん、ポップスやるにはちょっとマットやる、ほんならクラシックで歌った時にちょっと響き欲しいなと思うんですよ、はいはい、なおかつ多目的ホールっていうのは反響板を舞台に立てた時に響きが良くなるって言ってるんですよ、はいはいはい、ほんならオペラって反響板立てないんですよ、あ、そうね、あのオーケストラやってる時は後ろにこんな板があるんですよ、そうそう、板があるでしょ、オペラやってる時はあの後ろにセットとかがあるから通通だよね、そう、反響板があってちょうどクラシックに向いてるのに、それもなくなった上にセットがあって、おい声届かへんやないかみたいなことがあるわけですよ、困りますね、困りますな、うん、ほんでところがな、海外のオペラハウスっていうのはそれを見越した上で作ってまんねん、はあ、せやから響きごっつあんねん、うん、せやけどもなんで日本のホールは多目的でやることが前提になってるから、うん、響きがないんや、なるほど、ほんならちょっとやっぱりお客さんももうちょい響き欲しいなと思う、うん、ほんならこういうなんかちょっとしたマイクみたいなのを床とかに置いたりとか、もしくは舞台セットの、まあ、こういうところだったりとか、それはこういうところに置いたりとかするわけよ、うん、ほんでそこで歌った声をちょっとだけ拾って、うん、ちょっとだけ薄く出しよう、ほう、そう、薄く響いてますよよみたいな感じの、うん、手をちょっとだけ出しよう、あ、ほんなら実は生の声だけ聞いてるわけじゃない、そう、ほんのちょっとだけ耳の中にふっと残る分だけ横から出してる、うん、でもそれは生声を邪魔したらあかんぐらいのレベルで出す、なるほど、そう、これなおかつオペラってやっぱりどこで声出してるかって結構重要で、ミュージカルと違うのそこやね、うん、ミュージカルってマイク使って歌うから、うん、なんていう、真ん中で歌っても横から声聞こえるし、うん、上手で歌っても、うん、横から聞こえてくるし、うん、下手で歌っても横から聞こえてくる、うん、でもオペラの場合は上手で歌ってたら上手から声が出てるって欲しい、うん、でセンターやったらセンター、下手やったら下手、うん、でこれを邪魔しないレベルでちょっとだけ薄く出す、ホールが響いてますよみたいな感じ、うん、なるほどね、リサイタルとかやるとね、うん、みんなこう手叩きながらとかで、うん、一番いい音のするところを探って、うん、そこで音出してみて、うん、あ、もうちょっとこっち向いた方がいいな、あっち向いた方がいいなってやってるけども、うんうん、オペラはそれができない、そう、お芝居の都合もあるし、そうだね、
極端な話言ったら後ろ向いて歌わなあかんこともあるし、そうあるあるある、はいはいはい、だからそういうのも含めて、うん、どうやったら一番声があのホールになるかってことだったんです。なるほど、それでかつちゃんと生の声を聞いてるように聞こえる自然なものを作ってるのが音響デザイナーさんだったり音響さんだったり、 その横のね反射板、反射板、反響板あるやんか、うん、あれをね途中まで下ろしてきたってことです。で、できるだけ電気的なものを使わずに前に音を出そうっていうことをやってます。しかもライト横から当てなあかんから、このライトに邪魔にならへんように反響板どこまで下ろしてきたらギリギリかってことを計算してます。なるほど、めっちゃ大変。ほんでなおかつオーケストラにある音あるのか、うん、オーケストラにある音ってほんまにオーケストラにある音だけを聞こうと思ったら僕ら聞こえへんのやん、うん、自分が歌ってるよりも低いところの音あるよね。ああはいはい、はい、ほんならここでずっと鳴ってる音って、うん、例えばさオーケストラピットのちょっと奥の方に入った音なんか全然聞こえへんわけさ。あ、トロンボーンとかね、そう後ろの方にいて前に向かってやってんねんけど、トロンボーンの人にしたらあの歌い手この辺におるみたいな。そうで現場なんかさ結構こちらに持たせるか、うん、そしたら現場の音なんか僕らビート聴く時に一番欲しいわけさ、うんうん、ドゥンドゥンドゥンと欲しいわけよ、うん、でもそれが弦楽器のトップの方のタタ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 タしか聞こえてこないからとかある、はいはいはい、めっちゃ困るのよ。ほんならそこにこのオーケストラピットの中にマイクを立てて横から流してくるんだよ。あ、歌い手のために。そう、はいはい。ほんで歌い手は指揮だけではもちろん指揮だけで歌わなあかんねんけども、うん、でもそれだけでやっぱ ストレスかかるわけよ、うん、合うてんのかなって思うから。あ、まあ、それもあるし、うん、気分的にこの音に乗りたいっていうのもあるよね。ほんならストレスかかるやん、うん、こうなんかお芝居に集中してこれ歌に集中したのに、今俺どこ乗ってんのとかだったら怖いやろ、うん、だからそういうのを全部横で音流してくれるんです。あ、ほんで例えば舞台の真ん中の方に行くとスピーカーからそうなるやん、うん、横の方やったらスピーカーに近いからめっちゃ聞こえてくる、うん、でも真ん中やったら聞こえへんのか、うん、そしたらトップの方にあの上の方に一つスピーカー足してもらって上から出したり出してくれたりする、うんうんうん、ものによってはセットの中に組み込んでこうやって出したりとか、うんうんうん、そういう風にしてそういうのもデザインして、うん、なるほど、めちゃめちゃ重要。影穴の声を出してくれる人じゃないんですね。 お前ほんまそんなん言ったらぶっ飛ばされんと思う、うんうん、いやそれが伝わってないので。まあそうよね、だからまあ、そうそう、だからそこがかっこいいったらかっこいいねんけどね、うん、言わないっていうのも、まあ、だから多分さっきので言うとね、音響さんが入ってることに全く気づかれなく自然にいけるのが多分仕事として正解なんでしょ。そうきっと。そうなんだけども、なんかやっぱりさ裏で支えてるさ職人さんの仕事ってさ面白いね。面白いよ。だからこういうの本当はなんか情熱スタイルとかでやってほしいよね。そうね、うん、それがね意外とね音響のアシスタントさんの追っかけドキュメントとかね、あでこうちらっと音響さんのメインのチーフの人の仕事がちら見せするみたいな感じで、ね、追っかけの仕方をするとかね、うん、なんかそんなできたり ね、 いいね。だからね、うん、あのオペラってね、うん、いっぱい支えてる人がいるやん、うん、ここがね実はね見えちらっと見えたら面白いなと思って、うんうんうん、あの2022年、うん、そんな話もちらちらっとしながら、うん、オペラ全体をね、うん、なんとなく知った気分になって、うん、なんとなく行ったら舞台の横やけど、はぁ、しゃべるかきっと頑張ってるなっていうのが感じれるようなことができたらいいなと持ってます。はい、はい、でさっきの音響の話ちょっとだけ面白い話していい、うん、あのオペラやとそうやって音響さんが入ってる音を出してくれるんです、うん、でベースの音とかもだから向こうがちょっと上げてきてくれたりするわけですよ、うん、聞こえたい音があるからさ、うん、ほんならねコンサート形式、うん、であの今度あの今度っていうか年末にやったね、うん、あの紅白歌合戦の、うん、そうなんですけど普通のコンサートホールで、うん、オーケストラの前で歌いやすいんですよ。あれね、上手で歌うか下手で歌うかで全然ニュアンス変わるんですよ。下手で歌うと現場線近いからめっちゃビート感感じて歌えるんですよ、うん、でも上手やとトップの方に近くなるから、うん、メロディーの方が聞こえてくるんですよ、うん、ほんならネッスンドルのねあのヴィンチェロって一発目のベースのヤンタンツンタンタン今度ベースがズンって聞こえてくるとめっちゃ歌えるんですよ、うん、だから僕らねあれ歌う時ね僕は上手で歌いたい。なるほど。そう
でも下手で歌わなあかんだとめっちゃこう耳左耳の方こうやってああってなりながら歌うの。でそういうのはあったりとかする。へえ、これもうあんまり気にせえへん人もおんねん。ああ関係なくわーって言う人もおんねんけど、うん、俺それできひんねん。なんかこの音聞こえたいっていうのがあるからそこばっかしめっちゃ耳痛いとかするね。それはいつも前さんと相談するんですけど、こうやってなんかだい音を聞こえやすいとか、ね、はいとかもうちょい欲しいっすとか。でもそれを出しすぎたら今度全体的なバランスとしては狂ってきたりして、その辺のねこうなんてせめぎ合い、まあ面白いですよ。そうやね、だからもう、まあ、舞台の真ん中でバランスよく聞こえるように、うん、まあオーケストラのことやってるから、うん、でもあの立ち位置によっては、うん、なんか打楽器しか聞こえへんねんけど。そうでしょ、うん、あるあるやろ、ね、あるある全然ある。へえ、なんかオペラのなんか裏の話いろいろ面白そうね。うん、もうあった47回目でその言葉を言いますか。うん、あのさっき言ってたやん、俺が1回目やと思ってみる人がいると思って喋らなあかんなって。そうそうそう、それは重要っすよ、はい。まあそんなわけでそんな話もちょいちょい交えながら、はい、今年もやっていきましょうか。はい、というわけで、そろそろお時間になってきたのでエンディングに参りまーす。はい、春までのスパンぐらいで何か予定ありますか。まあ、1月15日なので2月の頭に天国と地獄というねオペレッタをアシア市民オペラでやりますよ。地獄のオルフェっていう原作なので、あの現代なのでオルフェっていう役をやります。番人、番人、地獄の番人、それケルベロスや。あ、そうか。しかもケルベロス犬や、三つ首の犬や、うん、え、お前ボケてんの本気で言うてんのどっちなの。オルフェウスって縦ごと引きの、そんなんおったっけ。アポロン、うん、アポロン分かる、うん、太陽神、お正解、はい、と芸術の神様、はいはい、うん、それと人間のハーフ。え、この話すんの。せんでいい、せんでやろう、うん、はい、まあまあ、はい、見たあの調べたい人は調べてください。はい、っていうか見に来て。閻魔大王みたいな感じじゃないの。お前なんで拾いんねんな。閻魔大王じゃないわ。はい。ハデスや。それお前。はい。え、嘘やろ、本気で言うてんのお前。なんか気にせず先行くよ。マジで。それ以外は。ね、3月の半ばに、ミュージカルのあの歌唱指導してるのがあって、はい、劇団ひまわりさんのあの歌唱指導やってるのでその公演が。はい、であとはクローズドで、いろんな講座で歌ったりとかするのがあって、3月の後半には、天王寺区民合唱団の、棒を振ってるんじゃないかな。舞台それこそ舞台監督やってますよ。舞台監督と照明球とで指揮をやってっていう、うん、なんかめっちゃ忙しいんだね。なるほど、うん、そんな中でここでもまたあのポップスを交えたコンサートをやると。忘れとった。はい、絶対言うよな、それな。怖い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 。はい、年度変わってからはちょっとずつ決まってきます。なるほど。あ、もうこの時期言っていいんだと思うんだけど、うん、あの芸術文化センターの、うん、あの佐渡豊先生 の、 あの、うん、オペラ、うん、あのラ・ボエームの中 の、うん、あのパルピニョールという役をやりますので、はい、おもちゃ屋さんの役ですわ。本当に2声だけやる前なんかそんな、それなコロナで亡くなった。あ、だからそのままそれが2年後になりました。もうあれから、あれからそんなに時間が経ってるんでございますよ。ね、そんな話したなって思い出せるっていうぐらいの記憶力はあると思う。うん。よかったね。はい。はい。はい、というわけでお時間になってまいりました。この番組は熊野正夫の音楽チャンネルでお送りしております。正夫は日々お出かけをしておりまして、Twitter でその様子を公開しております。はい。Twitter のアカウントはこちら。ひよさんの Twitter のアカウントはこちら。どちらもよろしくお願いいたします。あ、これもねよろしくお願いします。ここあれやな、肌の色と壁の色が似とるからちょっとこれがお借りに。そうね、うん、はいはい、というわけで以上です。はい、というわけで、まあまだ1月で寒さが続いておりますので、皆さんね、手洗いうがいして続けていただいて、風邪などひかれないように、またね、インフルエンザもね、あの今年は流行るかもしれないと言ってますし、実際流行ってるのかもしれませんけども、気をつけていただければと思います。はい、そんな感じかね。はい、はい、ではまたお会いしましょう。ではでは